体操をやりたくなる CM を作ろう。うわっ、すげえ。おっとっと、ラインオーバー、シャルト。止まるよね。ミッキーです。レガトリン。本日やっていく企画は、はい、体操をやりたくなる CM を作ろう。いや、体操をね、もっと世の中に、はい、広めるためには、はい、やっぱテレビのような CM が必要なのではないかということで、はい、僕たちでその CM を作ろうという企画になっております。はい、はい、で、おのおのね、2つぐらいずつ考えてきてもらってます。はい、これを、まあ、今から撮影して後日2人編集したものを2人で見て素晴らしい CM 作れるかという、はい、企画です。おい、それではよろしくお願いします。お願いします。頑張りましょう。はい、いや、あるね、そういう CM あるね。どう組み込まれんのか。はい、2本分のアフレコを取ります。おお。おお。体操関係あるこれって思ったけど、うん、大丈夫か。突然ですが、体操をやりませんか。うおー、 YouTube の広告みたいだった。うん、広告っぽいをイメージして。ああ、いいいい。マジで浅すぎるんだよね。さっき俺も柔軟バカなんか痛かったもん。完成した時に、うん、その辺の音を見せないのが大事。そうだね。これスローにします。なんかポキって聞こえた。オーケー。おい、こんなシュールな撮影とは思えないぐらいちゃんと作るんで、うん、ちょっとこれは完成楽しみ。そうだね。じゃああとは、はい、完成して、はい、2人で見る動画ですね。はい、はい、楽しみだな。じゃあ来週までに作りましょう。はい、楽しみにしてます。おいっす。はい、はい、ということで、はい、2本ずつ CM 編集して作ってきました。めっちゃ楽しみです。それのお披露目会です。ちょっと緊張する。うん、体操やりたくなるような CM を作ろう。はい、こちら作ってきたのでやっていきましょう。はい、順番決め。よし、最初はグー、チョキ、ホイ。どっちでもいいな。どっちがいい？いや、マジどっちでもいい。どっちでもいいんだけど、早く見てみたいな感はあるっす。じゃあ先行きますか。先行きますね、ミキトさん。じゃあミキトさんの1本目を見ていきたいと思います。はい、行きます。はい。だっせー、俺ってよくこけるんだよな。はぁ、こけてもダサく見えない方法ないかな。あった、こけた後に体操の技をすればいいんだ。体操競技をやっていればこけ方がダサくても体操競技の技で全てをごまかせちゃう。ダサいこともかっこいいことに変えてしまう素晴らしい競技があるんです。危ねー。スポーツやるならジムナスティックス。うわあ、ありそう。ありそう。ありそうだよね。うわ、終わり方気持ちいい。気持ちいい終わり方。ちゃんとね、あの体操のやつも動かして、はいはいはい、ちょっと CM っぽくしました。あと、あの途中の3段ぐらいで文字出てたじゃないですか、うん、マジ CM っぽさって。CM でありそうな出方。うん、うわ、なるほどね、うん、あの映像たちがこう使われてたんだ。使われました、こう使われましたよ。すごいな、あの BGM と、うん、あと音声もやっぱマイク使ってます。あれ、これを使ってないか。使ってないですか、うん、でもなんかめっちゃ綺麗に聞こえて。あー、イケボってことだよ。シンプルに。いや、いい、ありそう、マジで、ありそうだよね。いや、よかったです、ちょっと安心した。うん、なんか本当にちゃんと CM っぽかった。ちゃんと CM、 僕も真面目に作ってきたんで。お、次は光るんすね。はい、この1本目になります。じゃあ行きます。
のお腹の中のような安心感、素晴らしい吸収力であなたの恐怖心も包み込みます。このマットがあれば体操は怖くない。そう、楽しいだけさ。みんなも体操を始めてみよう。おおですね。いいですね。いいっすかね。最初のなんかスローの部分とか。ああ、はいはいはい、うん、てかやっぱシンプルに編集力高いわ。え、本当っすか。うん、え、なんかこの1本目は、うん、なんか CM って長すぎても良くないじゃないですか。ぎゅっと凝縮しつつ、うん、ちょっと強弱つけようと思って、うん、あえて黒い画面作ったりとかして、うん、やってみたっす。うん、なんかこう動いてるテロップとかも。ああ、はい、なんか良かった。ちょっとそしたら2本目楽しみっすね。え、誰の。僕 2本目の方がちゃんと頑張ったんで。ああ、そうなんだ、はい、あ、じゃあやばい、いい CM が2本目見れるかも。うわ、いいっすね。いいっすね。いや、おもろいっすねこれ。じゃあミキトさんの2本目いきます。お願いします。鳥は自由だ。すごっ。空中を美しく、これ広い画ですけど、力強く舞っていく。あるある。そんな鳥になりたい。鳥まみれじゃないかよ。そう思ったそこのあなた、いい競技があるよ。ジッジッジムナスト、ジッジッジムナスト、ふう、力強く美しく、ふう、鳥のように羽ばたける、ふう、その競技の名前は体操競技です。やったっすね。やったっすね。ちゃんとね、これはポイントがあって、はい、あのお子さんとかのために見やすいようにまずひらがな漢字使ってません、はい、あんまり。ああ、そう、確かに踊りの部分ね、はい、で右下にはあったと思うんだけど、はい、振り付けも作りました、こちら。え、ちゃんと皆さんが踊れるように。あ、ほんとだ。振り付けもあります。あ、はい、なんか CM ってさ、はい、ちょっとこう耳から離れない音楽とかたまにあったりするやん。はい、今います、ここに。それをちょっと意識しました。ジッジッジムナスト。一生流れてそうだ。いや、すごっ。いや、なんか想像以上でしょ。もっと全体的にチャランポランな感じだった。だってこれ撮った時これしか撮ってないの。本当にそうです。ここまで仕上げてきたんだ、うん、いや、素晴らしいっす。ちょっと笑いありの、はい、これ結構受け良さそうっすね。そうだね。なんかバズる可能性ある CM です。確かに。バズるかもしれない、ね、確かに。いや、素晴らしいっす、ありがとうございます。いいもん見せてもらいました。さあ、いきますよ。はい、突然ですが体操をやりませんかと言われた時にどのようなことが思い浮かぶでしょうか。楽しそう、でもあんなすごいこと私にはできない、やってみたいけど怪我しそうで怖い、そんな風に考える方もいらっしゃるかと思います。でも安心してください、目指すところは人それぞれです。バク転をやってみたい、大会に出たい、ただ楽しみたい、もちろん自由です。きちんと段階を踏めば怪我の心配もなし、ある程度の技は年齢性別関係なし、実はどなたでも勝ちれるスポーツなんです。少しでも気になった方は近くの体操施設やトランポリン施設を検索してみてください。てこぼり。すげえ。YouTube の始めた時に絶対流れてくるこれ。広告っすよね、うん、マジもんだ。いや、僕これやって思ってたっす。テレビの CM はちょっとレベル高いな。あー、でだったらもう、うん、YouTube みたいな広告に全振りしようと思って、うん、しっかり効果音とかも使って作ってみたっすね、うん、素晴らしい。 YouTube の広告見てるみたいな。これ広告で出します、これ出せると思うわ。マジで、いや、頑張ったっすこれは、うん。デカプリのなんか CM ね、あ、ありそう。でもマジでありそう。で、あとなんか結構早口でスパスパシーン切り替えていったんですけど、うんうん、そこもちょっと僕は狙って。そうだね、なんか見やすさよりかは、うん、え、なんて言ったのでもう一回見ようって思ってもらえたらいいなっていうので、うん、あのテンポ感で作ったっすね。いや、素晴らしい。うわ、素晴らしかった。すごい、なんか2人ともちゃんと頑張ったっすね。ちゃんと頑張った。いや、いいですね。うわ、いい企画でした。いや、楽しかったです、うん、それで体操面白そうだなって思っていただけたと思います。マジで思ってもらいました。これはマジでおもろかった。手応えありです。手応えあり。ということで、今回の体操やってみたくなるような CM を作ろう。
以上です。あ、お疲れさんでした。お疲れさんでした。頑張ったね。超頑張った。こちらの動画すごいな、お、二人とも編集すごとかってね思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。だっせー、俺ってよくこけるんだよな。はあ、こけてもダサく見えない方法ないかな。あ、あった。こけた後に体操の技をすればいいんだ。体操競技をやっていればこけ方がダサくても体操競技の技で全てをごまかせちゃう。ダサいこともかっこいいことに変えてしまう素晴らしい競技があるんです。あぶねー。スポーツやるならジムナスティックス。母のお腹の中のような安心感、素晴らしい吸収力であなたの恐怖心も包み込みます。このマットがあれば体操は怖くない。そう、楽しいだけさ。みんなも体操を始めてみよう。鳥は自由だ。空中を美しく力強く舞っていく、そんな鳥になりたい。そう思ったそこのあなた、いい競技があるよ。ジッジッジムナスト、ジッジッジムナスト、ふう、力強く美しく、ふう、鳥のように羽ばたける、ふう、その競技の名前は体操競技。突然ですが体操をやりませんかと言われた時にどのようなことが思い浮かぶでしょうか。楽しそう、でもあんなすごいこと私にはできない、やってみたいけど怪我しそうで怖い、そんな風に考える方もいらっしゃるかと思います。でも安心してください、目指すところは人それぞれです。バク転をやってみたい、大会に出たい、ただ楽しみたい、もちろん自由です。きちんと段階を踏めば怪我の心配もなし、ある程度の技は年齢性別関係なし、実はどなたでも勝ちれるスポーツなんです。少しでも気になった方は近くの体操施設やトランポリン施設を検索してみてください。てんこ盛り。